サウサンプトンはイギリス海軍のタウン級軽寿命館。艦名はイングランド南部の都市サウサンプトンにちなむ。サウサンプトンは1934年11月21日に寄港され、1936年3月10日浸水。1937年3月6日春行。本国艦隊の第二巡洋艦船隊機関となり4月7日にカルバート少将の正規を掲げた。 5月、ジョージ6世大艦記念館艦式に参加。10月、サウサンプトンは内戦中のスペインへ向かった。10月20日、国民戦線の武装、トローラーに拘束されたイギリス船スタングローブを保護。10月24、25、26日には避難民を乗せた船を発見し、乗っていた人を収容した。サウサンプトンは11月2日にイギリスに戻った。 1939年5、6月、ジョージ6世とエリザベスがカナダとアメリカを訪問した際、二人が乗った船を、軽巡洋艦グラス号と共に護衛した。1940年4月に、ノルウェーのフィヨルドで取られた、サウサンプトン。海戦の日は、北海で紹介中であった。1939年9月後半、サウサンプトンを含む、 第二巡洋艦船,船体の巡洋艦4隻と駆逐艦6隻は損傷した潜水艦スピアフィッシュの救援に出撃した。10月9日、軽巡洋艦エディンバラ、グラス号と共に行動中、ノルウェーのスタバンゲル南西沖でドイツの HE111 爆撃機による攻撃を受けたが損害はなかった。10月16日、 ロサイスで HE111 による攻撃で500ポンド、爆弾一発が命中。不発であったものの死者1人、重傷者3人を出した。11月、ドイツ巡洋戦艦2席により、仮想巡洋艦ラワルピンデが撃沈されると、サウサンプトンをドイツの巡洋戦艦捜索に出撃した。1940年2月、第18巡洋艦船隊所属となる。 サウサンプトンはノルウェー作戦に参加し、6月にはアルファベット作戦に参加。1940年に地中海でスパルティベント、三崎沖海戦中に、両艦シェフィールドから取られたサウサンプトン1940年11月、カラー作戦に参加。兵員を乗せたサウサンプトンとマンチェスターは、他の艦艇と共に戦団を護衛して、ジブラルタルから地中海を東へ向かった。 27日に迎撃に出てきたイタリア艦隊との間でスパルティベント、三崎沖海戦が発生した。11月30日にアレクサンドリアに到着し、第7巡洋艦船隊に加わった。しかし、2日後には出港し、スエズ運河を通過した。12月18日にモザンビーク海峡で WSB4 船団と合流し船団を護衛して、 北上したが、アレクサンドリアへ戻る、要12月25日に命じられた。また、12月には、キスマヨ砲撃も行っている。1941年1月1日、第3巡洋艦船,船体に編入された。1月、エクセス作戦に参加したサウサンプトンは、軽巡洋艦グロスターと共に、マルタへ兵員を輸送した。8日に、マルタに到着した領艦は、 ジブラルタルから来る戦団を護衛するために、数時間後には再び出航した。11日、サウサンプトンは、シチリア島沖で、イタリア王立空軍の急降下爆撃隊から、攻撃を受け少なくとも2発の爆弾が命中して、大破、軽巡洋艦グロスターとライオンの魚雷で処分された。ありがとうございます。